ケイタさん、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。ケイタ式でまだ01になってない方を対象にですね、5月に合宿を行いたいと思うんですよね。21日にケイタさんがファイポッケツ年間プログラムを通して最新版のケイタ式の設計図っていうのを公開いただくんですけども、ちょうどその次の日の22日の日曜日、または27日の金曜日、両方またはどちらかに参加してもらって、東京でね、会議室借り切って合宿を行うと。で、その中で何をするかっていうと、もう携帯式の本当に、まあ、eBay を中心としてまずはね、そこの01のなり方をもうアウトプット形式で、携帯式とかほらやってると、一回やりだしたらなんかそれやることそんな難しいことないんだけど、最初の01のタイミング逃しちゃうと、先に先にとか後に後にみたいな感じになって、いつの間にか消えてくみたいな人もいるじゃないですか。そうですね。はい。受講費用払ってるのに消えてくってどういうことだって思うんですけど、僕はね。そうですね。仕事が忙しくてとか言っちゃいますけど、実際は最初に取っかかりさえつかめれば、そう忙なんしでくすてよもやね。れますからね。で、パソコンに向かって、みんなで、しかも僕が鞭とか竹刀とか持って、で、逃げない環境を作って、それで逃げない環境で、しっかりともう01にならないと出れないぐらいの勢いで。で、22日とか27日のタイミングで必要な手順を全部この完了させておけば、もうあとはもうね、そのすぐに体感できると思うんですよね、携帯式っそうて。ですね。まあ、ということなんで、アカウントの開設のところは、まあ、ちょっと Amazon は時間かかるとしてね、まずはでも eBay からスタートするのが一番いいじゃないですか、01のタイミングだよね。そうですね。はい。で、eBay 自体は登録したらすぐ開けるんですよね、これはね。でも、01のタイミングで一番時間かかるのは、ここに今画面出てますけど、ペイオニアですよ。そうですね。決済系のサービスには、ちょっと本人確認とか、まあ、金融機関ではあるので、本人確認とかが必要になりますので、少し時間がかかりますので、大体2週間ぐらいかかるんですかね、これはね。まあ、1週間ぐらい見といて、で、書類関係のトラブルがあって、2週間とかかかっちゃう人が時々いらっしゃるので、早めに解説をしておいていただけると、合宿に向けて準備万端かなと思います。だからこのペイオニアの解説の仕方の手引き書、あと eBay の解説の仕方手引き書は、別途後ほどメールとかで配るんでね、まあ、それでこれ欲しい人ってのは、ちょっと僕にも連絡してほしいなと思うんですけど、そうですね。Facebook でさらら孔明っていうのをね、探してもらえば、メッセンジャーとして、ちょっと探してもらって、さらら孔明っていうのは。それで eBay の解説の仕方、まあ、これはすぐだと。で、ペイオニアを事前に準備してもらってる状態で、両方とも解説できた状態で、まず21日のファイポケッツのこの、ね、最新版の設計図を聞いてもらって、で、さらには22、そして27、ここで01合宿に参加してもらうと。これで01になりますよね。なれま確実す。に。でも本当この最初のタイミングっていうのがね、めちゃくちゃ重要なんでね。だからそこを逃げずにちゃんと取り組めば、あ、パソコンでみんなこうやってやってるんだみたいなね、そういうの。で、その場でちょっとサポートしながら、いうような感じがいいですよね。ちょっとまあ、ずっとコロナでオンラインずっと中心にやってきましたけど、まあ、せっかく少し集まれるような状況になってきたので、最初の段階で直接顔を合わせて話を聞きたいとか、分かんないとこ聞きたいっていう方も多いので、こういう場所を考えましたっていう。そうですね。このタイミングだと僕も日本に帰るんで、両方とも参加しますんでね、ちゃんとね、01合宿に。でも本当にやっぱり携帯式って今、風が全部吹いてるんで、今のタイミングでやんないともったいないですよね。風一つ目としては、コロナ禍による世界的なね、この巣ごもり需要、風二としては、コロナ、そして戦争による海外旅行控え、外国人も今、日本にね、帰れない状態。で、風さんとしては世界的な物価上昇なんだけど、日本の商品が意外とそんなに上がってないっていう状況。で、僕たちの場合って、ほら、この日本の商品仕入れて、アメリカ中心に海外で売りますからね、これね。で、風4としては、まあ、僕たちが今後作業をするときに、自分でやらずに一回覚えたことはどんどん作業員ね、雇って、その時に日本の人件費って鬼のようにね、安いっていうか、世界に比べて。人件費全然上がってないんで、アメリカとかそうですね、ね。他の国とかバンバン上がってるのに、人件費が日本人そうだでけすなぜか上がっね。てないっていうかね。で、課税後としては、やっぱりね、1ドル120円台もう突破してね、もう当たり前になってきてますよね、今ね、1ドル。ですね。ね、この円安っていうのはすごいメリット。こういうタイミングって、なかなか一つのビジネスにおいてもね、ここまで全てが揃う状況ってないと思うんですよね。で、やっぱりこの間も、まあ、合宿やりましたけど、既存の、ね、メンバー対象として合宿やりましたけども、たったの30日、40日で100万突破しましたみたいな人がぞろぞろいたんでね、というタイミングで、やっぱりこの、ね、年末商戦を見据えて、5月にやっぱりね、ゼロイチになってくって重要ですよね、これね、ちょうど間に合いますよね、今年ね。そうですね、今のタイミングであれば十分時間がありますので。そうすると、2022年以内にパソコン1台で、ね、稼げるこの仕組み、
はい、それを持てるっていうのはやっぱりすごい強いと思うんでね、サラリーマン、はい、またはもう一つビジネス持ちたいなっていう方もね、当然専業主婦の方もね全然 OK ですかね、いますから、ね、そうですね。ということで、まあ、5月に稼ぎ始めましょうっていうところでね、ぜひ挑戦してもらいたいなっていうふうに思います。推進として最後に言い忘れたんですけど、手順書を見てねペイオニアとか開いてほしいなと思うんですよね、はい、でここやり方間違えちゃうと遠回りになっちゃう、はい、登録を間違えたために審査がすごく長引いたりとか、審査通らないことにもなりかねないので気をつけるべき点がありますので、コメさんの方に連絡をいただいてここからスタートするといいと思います、はい、ということでよろしくお願いします、はい、はい、よろしくお願いします。